伊沢国夫は、日本の政治家。東京都国分寺市長。元国分寺市議会議員。東京都国分寺市東小医学部生まれ。国分寺市立第三小学校。国分寺市立第一中学校。中央大学附属高等学校卒業。1973年3月、中央大学法学部法律学科卒業。同年4月、 東方生命保険相互会社に就職。1998年からエジソン生命保険相互会社に勤める。2002年、鹿島建設の子会社に転職。2004年12月、同社を退社。2005年7月3日に行われた国分寺市議会議員補欠選挙に出馬し初当選。審議を3期勤める。2013年5月31日に辞職。 同年6月23日に行われた国分寺市長選挙に星野忍前市長の後継指名と自由民主党、日本維新の会、公明党の推薦を受けて立候補。元市議の三桂厚志ら2候補を破り初当選した。7月13日市長就任。当日有権者数94,446人最終投票率。 48.07%2017 年7月2日に行われた市長選で前副市長の樋口光夫との一騎打ちを制し再選。当日有権者数99,140人、最終投票率 55.25%2021 年7月4日に行われた市長選に自民党、公明党、国民民主党の推薦を受けて立候補。 共産党、社民党、国分寺、生活者ネットワークの支援を受けた元市職員の立石雅子を破り参戦。同年7月13日、東村山市で行われた五輪聖火リレーの点火セレモニーに参加。同日、同居する家族の新型コロナウイルス感染が判明するが、伊沢は同日中に PCR 検査を受け、翌14日に陽性が判明した。 無症状のため、電話やメールで公務を続けるとしは発表した。ありがとうございます。